ほら、めぐるくん、ちゃんと下支えててよ。立花さん、あまり無理しない方が。何言ってるの、せっかく作った新聞よ。少しでも目立つところに貼るのは当たり前でしょ。でもさ、僕の腕もうしびれて。地球より重い命を救えっか。見出しはセンセーショナルなんだけどね。なーに暗い顔してるの、元気ないぞ。猫探しだって立派な活動、千里の道も一歩から。こういう地道な活動を続けていればこそ、いつか私たちにふさわしい大きな事件にも巡り会えるというものよ。依頼受ける代わりに真由美先生のパソコン使わせてもらえるようにもなったんだしね。めぐるくん、これからはいろいろ活動しやすくなると思うわ。そうだね。お疲れ。あれ、なになに、ねえねえめぐるくん、あんなところに人だかりが。何やってるの？え？
支援分部部長としては人を引きつける類のものはどんなものでも見逃せないわ。ぐずぐずしないで行くわよ。わかったから見に行こうよ。オッケー。それじゃめぐるくんよろしくね。え？さっさと行くのよ。めぐるくん早くして。どういうこと？移動よ。さ、急いで。どういうことだよ。こんないい加減な記事一体誰が。やあ、いっちゃった。ちょっとめぐるくん、大丈夫？もう危ないでしょ？怪我でもしたらどうするのよ。ごめん、本当にごめん。ごめん、でもあの子が、彼女が犯人？何？どうしたの？ちょっと、こんなことしてどういうつもりだ？久しぶりね。こうすれば手っ取り早くあなたに会えると思ったわ。もう、どうしたの？急に走り出したりして。しのぶ。え？桜田しのぶ、僕が転校する前の学園の同級生だ。めぐるくんの知り合いなんだ。
ろしくね。私立花美也子、これでも一応彼の所属する新聞部の部長なの。私と正々堂々戦うのが怖くて。戦う？逃げ出した？私の望みは、桃井君、あなたと勝負することよ。嫌とは言わせない。そのために私はわざわざあなたを追ってこの木の花学園に転校してきたんだから。勝負だって？そうよ。聞けばあなたたち新聞部を立ち上げたそうね。私もこれから推理探偵同好会を作ろうと思うの。覚えておいて。いずれふさわしい事件が起こったとき、私は必ずあなたたちよりも先にこれを解決してみせるわ。なーにあれ、嫌な感じ。ちょっとめぐるくん、なんであんな風に言われて黙ってるのよ。ちょっと。ねえ、前の学園で何があったの？いろいろとね。いいわ、ま、気にしないで行こう。男の子には背負っている過去の一つや二つ、三つや四つぐらいあるって。はは、そんなにはないけどね。あれ？パスケース？落とし物かしら。キャッ！あ、すみません。もしかしてあの時の人が。落とした人きっと困ってるね。名前書いてないの？ないみたい。定期とかもないし、どうしようか。あ、めぐるくん、それ開けてみれば？ケースの持ち主がわかるかもよ。え、でもいいのかな、人のもの勝手に。それはそうだけど、でも落とした人だってパスが戻らなければ困るでしょ。
これは…何何？何が書いてあるの？よくわからないけど、これ骨髄移植の臓器提供者、ドナーがレシピエント、つまり移植患者の人に向けて書いた手紙みたいだ。変なの、手紙なのに名前も何も書いてないなんて。ドナーとレシピエントは基本的にお互いの素性を教え合うことは禁止されているからね。そっか、残念。それじゃあパスの落とし主見つけられないね。どうしよう。いや、そうでもないよ。骨髄移植を受けた人なんてそうはいないはずだし、学校のデータベースか何かで調べればすぐわかるんじゃないかな。そうだ、だったらちょうど子猫探しの記事も貼り終えたことだし、科学の真由美先生のところに行ってみましょう。先生のパソコンなら学園のデータベースに直接アクセスできるでしょ。なるほど、そうだね。失礼します。お邪魔します。あら、桃井君たちじゃない。橘さん、誤解だよ。僕は別に。別に何があるって言うのよ。だから、ただ…こーら、科学室で暴れない。危ない薬品だっていっぱいあるんだから。で、そういえばどう？少しはいなくなっちゃった子猫ちゃんの手がかり、つかめたかしら？まだですよ。こないだ頼まれたばかりじゃないですか。でも一応記事は貼り出しておきましたから。